なぜ働かなければいけないのか。なぜ金を払わないと飯が食えないのか。分け合えばいいじゃないか。金持ちは怖え、貧乏人は死ぬ。こんな世の中の何が自由なのだ。皆労働に縛られているではないか。仕事は楽しいか。いいな。そんなわけない。我々は断固働きたくない。だから帰るのだ。理想郷を実現させるのだ。このハンマーヘッド率いる桃源団が。ボス、誰も聞いてません。くせ愚かな大衆どもめ、行くぞ。まずは町一番の大富豪ゼニールの家を破壊して本気だと分からせてやる。F 市で暴動を続けるテロリストは桃源団と名乗っており、 F 市の高層ビルを破壊するなど手に負えない状態になっている模様です。たった今犯人グループの主犯の身元が判明しました。 B 級賞金首のハンマーヘッド。これまでにも数々の暴力事件を起こしています。身長2メートル15センチ、体重210キロの巨体を持ち、路上の喧嘩で20人を相手に全員病院送りにした経歴がある。桃源団からテレビ局に送られてきたメッセージによると、働かない者にも無償で衣食住が提供される世の中になるまで暴れ続ける。つまんねえ事件だな。今回は俺が行くまでもねえな。構成員の頭はスキンヘッドで統一され、非常に危険な雰囲気に包まれています。外出された際にスキンヘッドを見かけたらすぐにその場を離れてください。俺とかぶってんじゃねえか。せっかくヒーローやっててもこんな真似されたら俺も悪者扱いされるじゃねえか。ボス、この林を抜けた先に見えるのがゼニルテ。よし、行くぞ。待ってたぞ、ハンマーヘッド。ゼニールの使いだ。はじめに言っておく。俺は今まで戦った相手を生かして返したことはない。今すぐ投降すれば死なずに済むが。行くぞ。そったれ。いや、残念だが手加減できなかった。奴が刺したのが頭でよかった。俺の頭蓋骨が通常の何倍も分厚くてよかった。なんだお前、桃源団に入りたいのか。いや違う、俺は趣味でヒーローをやってるものだが、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。じゃあ死ね。
っかりだな。バトルスーツってのに少しワクワクしてたのに、手抜きなデザインな上に機能は怪力だけかよ。このスーツの入手にどれだけ苦労したことか。貴様のようなアホにはこの価値がわかるまい。俺もフルパワーをぶつける実験台が欲しかったところだ。さやめろよ。俺を抹殺しに来たんじゃ。行け。はい。はあ、帰るか。まだ残党がいたとはな。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。その頭では言い逃れできないな。いやほら俺だよ。俺趣味でヒーローやってて割と活躍してる。お前など知らん。あ、そうっすか。お前が誰だろうと、もう逃がすことはできない。風神客。トミックザン。こいつ風神客。チェックメイト。俺は最強の忍者、音速のソニック。お前という好敵士を見つけたからには名前を聞いておこう。埼玉だ。埼玉、次に会った時がお前の最後だ。究極の忍術で確実に仕留める。頑張れよ。